ファイト TV やっほー、さくらです。はい、今回は一人で、まあ、雑談というかトーク企画ということで、今回はおしゃべりしていきたいと思います。そうだな、でも結構まあスカイファイト TV、 スカイファイトラジオをやって、私ラジオの経験がまず初めてだったので、でもすごい新しい自分を、新しいことを多分スカイファイトラジオさんがさせてくれたと思うので、もうすごい感謝してるし、すごい緊張しいなので、もうラジオもすごい緊張して、最初はもう MC を井上さんにお任せして、もうすごい引っ張ってくださって、そのおかげですごい楽しく1回目できたんですけど、2回目はもう MC ということで、ド緊張ですよ。もうド緊張だったんですけど、ずっと行く時に練習して、まあ練習の時はすごいドキドキしてたんですけど、もういざ本番ってなるとすっごい盛り上げてくださって、もう緊張もいつの間にかほぐれて、いつの間にか皆さんと楽しんでいる自分もいて、あとアドバイスとかも優しく教えてくださって、あ、こういうところ強く読めばいいんだとか、なんかそういうのも自分で知ることになったし、すごいありがたい気持ちだし、井上さんはすごい、私なんだろう、テレビの中の人が本物がいらっしゃると思って、もうなんかもう最初はドキドキで、なんかどういう方なんだろうとか思ったんですけど、もうすごいこう、お疲れ様ですって言った時からすごい優しくて、よろしくみたいな言ってくださって、しかもその MC の時の話トークの広げ方とか振り方とかがすごい勉強になったなって思いました。なので皆さん、ラジオ見ていない方がいたら、ぜひ私の緊張している姿と楽しんでる様子をぜひ見てください。ケツバくんとゆなちゃんとカイガくんと一緒にやらせていただいたんですけど、もう皆さん年上の先輩で、でみんなすごい優しくて、一人ずつっていくと、まず翼くんは多分一番上なんですけど、すごいやっぱりしっかりしていて、だけどすごい面白いんですよ。だからやっぱりそういうなんか切り替えがちゃんとできてるので、すごい勉強になったりするし、すごい大好きな先輩、もうめっちゃ面白い最高です。でゆなちゃんはいつも結構お仕事一緒にさせていただくことが多いんですけど、なんかもう、いつもお世話になってるので、なんかすごいゆなちゃんが一緒のメンバーの女子ですごい良かったなって思いますね。で、かいがくんもすごいね、他の撮影とかでもお世話になること多くて、で、なんかすごいかいがくんすごい人見知りなんですけど、なんかもうなんかスカイファイトラジオや撮影 TV とかを重ねてすごい仲良くなれたんですよ。でなんかあんまり人見知りも私にしなくなってきたので、すごいなんかスカイファイトのおかげでもう仲がなんかみんな深まったのかなって思うので、なんだろう、そういうとこもすごい一つのいいところだなって思って、もうスカイファイト TV ラジオもういいことしかありませんでした。もうスタッフさんもなんですけど、スタッフさんもアナさんも井上さんもメンバーもみんなが結構、皆さんが結構なんて言うんだろう、明るいっていうか、マジで盛り上げてくれるんですよ、皆さんの想像以上に。だからなんかその分楽しめるプラス自分勉強になるから、なんだろう、なんかびっくりしましたね。そんな温かい現場なんだなーとか、こんな楽しいんだな、ラジオの仕事ってって思ったんで、なんかこれからもなんかしていきたいことは、やっぱり私マルチタレント目指してるんですけど、まだまだ頑張らなくちゃいけないことは山ほどあるんですけど、その中でもラジオのお仕事をやっぱりできるように頑張りたいと思いましたね。はい、ということでそろそろね終わりたいと思いますが、皆さんスカイファイトラジオね、皆さん多分見てない方もいると思いますし、
また SNS でも告知しようと思うんですけど、ぜひねラジオの方も見てみてください。よろしくお願いします。イエイ。お体に気をつけてまだまだ頑張っていきましょう。せーの、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あ、待って、自分の挨拶してた、やばはい、ということでみんな最後まで見てくれてありがとう。ということでバイバイ、チョブリグ。